スプラッシュ・マウンテンとは、ディズニー・パークにあるアトラクションの一つである。ディズニー映画、南部の歌がモデルになっている。マルタのボートに乗って、沼地を流れていき、映画、南部の歌の童話の世界を巡りながら、最後には、チカピンヒルの頂上から滝壺に向かって落下していく、急流下りのアトラクション。ボートの先端には、アトラクションの主人公である、ブレア・ラビットがいる。 様々な悩みを抱えている、ブレアラビットは、笑いの国という場所があることを聞き、早速荷物をまとめ、笑いの国を目指して、旅に出かけた。しかし、そのブレアラビットを狙うブレアベアとブレアフォックスが後を追う。2匹は、キレ者のブレアラビットに手を焼きつつも、ついに捕まえることに成功する。2匹は、ブレアラビットを早速食べるつもりだったが、ブレアラビットに、 イバラの茂みにだけは絶対に投げ込まないでくれと懇願されると意地悪な笑みを浮かべて茂みへと投げ込む。しかしブレアラビットが投げ込まれたイバラの茂みの,の中は自分が住んでいる国。二匹をうまく騙し無事家に帰ることができたブレアラビットは自分の住んでいるイバラの茂みこそが笑いの国だと知る。本アトラクションのテーマとなっている南部の歌が 黒人描写の問題による市民団体からの抗議を受けてアメリカと日本にアトラクションが展開される前の1986年から該当の映画は封印作品の扱いとなっており2020年時点でもウォルト・ディズニー・カンパニーが時代に適していないとしてこの方針を変えていないそのため2020年に発生したミネアポリス反人種差別デモが 世界各地に拡大した際に本アトラクションについても設置の是非や同じディズニー映画のプリンセスと魔法のキスなどといった他の作品をテーマにしたアトラクションに改変を求める署名運動が発生した2020年6月25日ディズニーはアメリカ国内の本アトラクションの設定を変更しプリンセスと魔法のキスをモデルにした施設に改装することを発表した 日本の本アトラクションの処遇について東京ディズニーランドを運営しているオリエンタルランドは日本経済新聞や朝日新聞などの取材に対してアメリカで決まったことなので現時点でのリニューアルについてはまだ決まっていないがウォルトディズニーカンパニーとの間で検討を始めているとのコメントを発表しており日本についても題材変更の可能性があることを示唆しているディズニーランドにある スプラッシーマウンテンは世界で最初にオープンしたもので8つのテーマランドの内東京と同様クリッターカントリーに存在する開業当初は世界最長のウォーターシュートであった他のパークにあるスプラッシーマウンテンと決定的に異なるのはボートの構造が縦1列6人乗りで腹部を固定する安全バーがないという点である他のパークは2人4列の 計8人乗りで安全バーがついている。そのため水路の幅も他のパークに比べて狭い。また落下の回数は3回と他のパークに比べて1回少ない。アトラクション内で流れる音楽も他のパークのものとアレンジが異なっていたり、How Do You Do から EV リバディー、S ゴッタラフィンプレイスの切り替わり型パークに比べ、遅く蜂の巣に落下してからとなっている。 体験時間が多パークより若干短く展開が早いが登場する動物はサンパークの中で最も多い。マジックキングダムにあるスプラッシーマウンテンは6つのテーマランドのうちフロンティアランドに存在する。フロリダ版の基本的な構造は東京ディズニーランドのものと同じである。東京版とはライドの形状、定員、また基本的な構造も同じである。 ディズニーランドと同様に上降場は屋外にあり、それぞれ3つずつ設置されている。東京ディズニーランドにあるスプラッシーマウンテンは1992年10月1日にクリッターカントリーと同時にオープンした。当時の CM キャッチコピーはスリルに飛び込め、ウエスタンランドにあるビッグサンダーマウンテン、トゥモローランドにあるスペースマウンテンと合わせて3大マウンテンと呼ばれる。 ゲストは丸太の形をしたボートに乗り込み、フルームを航行しながら南部の歌の物語を体験する。ボートは最後の落下を含め、計4階級斜面を落下する。東京ディズニーランドで唯一の水がかかるアトラクションであり、ディズニーランドのアトラクションの中でも人気の高いアトラクションである。ほとんどのライドシステムはディズニーランドのものと同じだが、 ボートは縦1列の6人乗りではなく2人4列の8人乗りとなり安全バーがついた。この形式はマジックキングダムのものにも採用された。最後の落下時には自動的に写真撮影が行われ、その写真はスプラッシュダウンほトにて購入できる。最後の落下は最大傾斜45度、高さ16メートルである。また落下時の最高速度は 時速 62km で、これは TDL 内のアトラクションでは最速である。ディズニーファストパスは2001年7月20日に導入された。ファストパス発見所はクリッターカントリー入り口からグランマサラのキッチンの間に6台ある。TDL 内でシングルライダーに対応している2アトラクションのうちの1つ。以前まではボートの安全バーは2人で1つの長いタイプのバーを 使用していたが、シングルライダー導入をきっかけに一人一つの短い安全バーとなった。そのため今までは安全バーの確認をキャスト自身が行っていたが、今はゲスト自身でバーがロックされて上がらないことを確認し、キャストは目視するようになった。このバーの確認の仕方はスペースマウンテンと同じとなっている。シングルライダーを利用する場合には、 ファストパスエントランスに立っているキャストにシングルライダーであることを伝える。そのままファストパス通路を進むとスタンバイとファストパスが合流する地点にいるキャストに再度シングルライダーであることを伝えるとシングルライダー専用通路に通してもらえる。一時期身長制限が1 0 2トル以上に引き上げられたことがあったが現在は9 0トル以上に戻っている。また、 2007年後半に行われた改装工事ではライド乗り場にホームゲートが設けられた。ちなみにこのアトラクションではブレアラビットらはアトラクション内のナレーションではウサギドンと呼ばれているがガイドブックではブレアラビットと表記されている。2006年9月オープン以来スポンサーを務めていた日産自動車がブランドの認知アップの役割を十分に得られたとの理由で スポンサー契約を終了した。2015年7月1日より、花王が新たなオフィシャルスポンサーとして提供を行っている。スペック製の出演以下はアトラクション中に流れる音楽のタイトル。映画、南部の歌で使用された音楽もある。ABCD、東京ディズニーランド大ガイド海外のディズニーパテーマパークガイド付き講談社、東京、1997年11月4日。 1> 第1版。ISBN4 から06から267,602から8。億力1億7,020万7,940。2009年に公開。同作品では、史上初めて、黒人がディズニープリンセスになっている。ディズニー、スプラッシュマウンテンに改変を望む声一体何が問題トリル。2020年6月14日閲覧。 ディズニーランドのスプラッシーマウンテンに変化求める声。ブラックライブズマターきっかけに。ハフポスト。2020年6月14日閲覧。ABC ディズニースプラッシーマウンテンの設定変更。日本経済新聞。2020年6月26日閲覧。アトラクションの題材変更前。ディズニーの娯楽施設。共同通信。 2020年6月26日閲覧。東京ディズニーランドのスプラッシュマウンテンの題材変更。現時点ではないが検討中。運営会社がコメント。ハフポスト。2020年6月26日閲覧。東京ディズニー対応は検討中ベースプラッシュ真相で。朝日新聞。2020年6月26日閲覧。 東京ディズニーリゾートトリビアガイドブックディズニーファン編集部講談社マイ東京ディズニーリゾート2021年7月6日45ページ ISBN 978から4から06から524508から8るく12億5966万7583ありがとうございます